ニコラ・ジコフは、ブルガリアの軍人。不評大将。スリベン出身。1885年、義勇兵として、予備連隊に入り、セルビア・ブルガリア戦争に従軍。1886年、士官候補生として、アレクサンダルコを打倒するクーデターに参加し、このことで兵卒に落とされたが、同年、恩赦。1887年、ソフィアの軍事学校。 1898年、トゥリンの高等軍事学校を卒業。第二砲兵連隊に配属。1900年から国防省の特別委任将校。1901年から1909年、予備役省医学校長。後に第一ソフィア不評師団長。1912年、軍事学校校長。1912年から1913年の第一次、バルカン戦争時。 第2軍参謀長となり、オドリン地区で行動した。1913年の第二次バルカン戦争には参加しなかった。軍事行動集結後、西トラキア占領軍の参謀長に任命。1915年8月から10月まで国防省を務め、第一次世界大戦参戦直前のブルガリア軍を指揮した。1915年10月から終戦まで。 ブルガリア軍総司令官を務め、軍の指導を一手に集中させたが、その行動は、ドイツ軍司令部により厳格に統制された。郵弁化であり、軍内で大きな権威を有した。1918年9月、病気になり、治療のためウィーンに赴き、ゲオルギ・トドロフ将軍に指揮権を譲った。ブルガリア占領後、軍から解雇され、オーストリアとドイツで亡命生活を送った。 1921年、ブルガリアに帰国し、国家的大惨事の有責者として逮捕され、禁錮10年を言い渡された。3年後に恩赦。1931年から、軍事アカデミーで講義を行う、勇気に対する勲章受賞者協会名誉会長。1930年から1940年代、親ファシスト勢力を支持し、アドルフ・ヒトラーと、 個人的に改憲した。1944年、ドイツに亡命。西ドイツの非戦アルゴイデ死去。ブルガリアの軍隊。1878年から1928年、社会現象としての戦争を等の著作がある。ありがとうございます。